前歯の磨き方。ブラシの毛先を歯と歯茎に対して平行の状態から45度に傾けます。振動を与えるようなイメージで軽い力で 2,3 ミリ程度小刻みに動かすのがポイントです。5往復程度磨いたら隣の歯に移動します。前歯の裏側を磨くときはブラシのかかとを使います。ブラシを立てた状態で歯と歯茎の間にかかとを当て小刻みに動かしましょう。